こんにちは、高橋です。皆さんお元気でしょうか。おかげさまで私も元気です。今日は6月7日金曜日ということでね、動画作っていきます。今日ね、最近レッスンしてて左手がやっぱこう握って痛いなと特に制覇なんかをし始めると、ちょっとっていうね、生徒さんおられますので、そこについてね、もうちょっとまた違う切り口でお話していきましょう。今まではね、これ要はね、楽器の重さだけでこれはなりますと、これ握ってないけどもふわふわでもなるよと、つまり楽器の重さ 400g より本当は軽いんですが、 400g として1本、弦1本 100g で音は出るので、握るっていうことが、その必要が実はないんでね、形とかをうまく、軸を作るとうまくできるって話をしてきたんですが、もうちょっとね、分かりやすく、このもっと自分のこの手に焦点を当ててお話しようかなと思っております。これ何かというと、僕も痛かったです。ずっと痛かったですね。特に師匠に習い始めて、やっぱ疲労マーチとかね、こういうずっと制覇とかね、エクササイズもだんだんこう制覇がこう上がってて、制覇ずっと制覇してるんで、痛くてね、仕方なかったんですね。これこんな時期は長くて、ずっとこれやっぱ耐え続けていって、手がね頑丈になったり鍛えられたら、それはいい演奏家になれると勘違いしてたんですけどね。やっぱそうではなくて、そういう、握るとかっていうね、あんまりいらない。さっきの 100g の例でわかるように、実はそういう痛くなるほど握る必要なくて、そうじゃなくて音はちゃんと出るんでね。そういう仕組みを理解してくると、まだまだこれからね、力抜けていくと思うんですけどね。だいぶね、楽になっております。でもどんだけ力入ってたかと言いますとね、ある時大人になってから、実家のね岡山に帰って、その少年時代にこう最初に買ってもらったウクレレとかをね見つけたんですね買って開けて、ああ懐かしいなみたいな感じで、こうネックを見るとね、へこんでるんですよ。一番このローポジションの3フレットあたり、1、2フレットあたりかな、へこんでて、これどんだけ握ってたんだって思いましたけど、やっぱりその誰も教えてくれなかったですし、そういう状態でこれ発想というかね、これ握るとかね、掴むとかってやっぱ思っちゃうんですよね。そういうふうに見えるからね。そうじゃなくて、これをどう捉えて、どう考えていくと楽になるかっていうと、これ親指側はね、これ支えるんですね。これ以上こっちに迫ってきても、ここで支える柱みたいなね、受け止めるっていう感じ、これをこう掴みに行くとね、ここの親指の筋肉を使うんですごく疲れるし、実は掴みに行くとこれボールを掴むような手になるので、また指のねこの焦点がね、なんかこう集まってしまってね、指が開いてしまうんで引きにくくなる。そうではなくて、ここで支えておくっていうことなんですね。もうちょいアップにしてみましょうか。こう支えてるところに乗って、この状態で、これ以上はね、押し込まれない上で、前側の指が、欲しい形を作るっていう感じですね。上から見てみましょうか。これ、親指が、これね、決して楽器を持ちに行って自分に引きつけてっていうね、楽器を持ちに行くというよりは、ここに自然なところにある手に楽器を当てはめていくと、いいんですね。左の腕とかね、縮まらないように自然な位置に楽器を持ってってあげるとよくって、で、これ以上こっちから来ても、この指は、支えてるって感じですね。で、前の指を作ってあげる。もしくは先にこっちの前の指を全部作ってあげて、
これ握りに行くんじゃなくてそっと支える、こういう形でもいいんですけどね、これ分けて考えるとすごくいいと思いますね。親指の役割は掴むとか、この圧を、弦をフレットに当てるのは前側の指の仕事で、後ろの親指はそれを支えてるんですね。こう支えてるだけなんで力を加えるってことではない。それどういうことかというと、この指圧とかするときにこっち側に力が入ると思うんですね、皆さんね。こっちじゃない、こうやるとこれはね下手くそな指圧というか痛いんですよね。そうじゃなくてこっち側、要は握る側ではなくて開く側の支える側、外側、これ開く側、これ心筋ですね、屈筋、屈曲ですね。握る筋肉と心筋ってあって、心筋側を緊張させる。心筋ってものすごく屈筋よりもね耐久力持久力があって、しかも強いのでこっちいくら使ってもまあ疲れないですよね。こういう指圧をするときみたいな緊張感で楽器を支えてあげて、前の指がフレットに弦を当てるっていう仕事をする。こういう発想をですね、まあ急には書き換わらないかもしれないですが、ずっとそういう言葉を使い続けるですね。握るとかね、まあこれ説明のために言ってますけど、僕はほとんど使わないです。慎重に生徒さんとレッスンするときも言い換えて、左手のこの人差し指で4つの弦を1フレットに当てますっていうね要はこれ仕事は、左手の仕事はこの弦のね響く長さを変える。まあ3弦開放ドですよね。これは12フレットだとこっち側響く部分が半分長さになります。同じ弦の太さだと、材質だと半分の長さになると振動が倍になって1オクターブ上の音階になる。その間を12個に割っていって、まあとかね、細かく音階を変えるのが左手の仕事なので、それは楽器から見ると振動する弦の長さが変わるんで、それはね弦をフレットに当てたら仕事は終了で、それ以上たくさんギュギュ握った力っていうのは体のダメージ押し返されますからね、木なのでね。これ楽器が硬ければ硬いほどね吸収されないのでね疲れると思いますよね。硬ければ硬いほどって、そんなにまあネックの材ってそんないろいろないかもしれないですけど、まあ木なのでね、疲れてしまうので、その疲れる部分っていうのはやっぱり本当は別の仕事、演奏のもういい部分にもっと振り向けられていくわけで、まあ僕もね楽器がへこむほどへこむほどね抑えてましたから、それはすごく痛みも分かりますよね。で師匠に慣れ始めた頃も痛かったし、それでもね師匠にテコの原理とかね、さっきのまあ教えてもらって、まあ騙し騙しやってきたんですけども、まあ、独立した年にねすごい1ヶ月毎日8時間ぐらい弾いてた、やっぱこれ痛くなってきて、これまずいなと思って、まあそっからさらに生徒さんたちとセッションする中で、まあこんな感じに、そのいかに少ない力というかね、最小限の力で効率的に楽器と仲良く演奏していくかってことね、まあ、今でもね勉強中というかね学んでおるわけですが、まずは親指はここは握るというよりはここは支えて待ってる。緊張するのはこっち側ですね、心筋側。その形で、だけどこれがね親指がねこの辺にあったりとかこの辺にあったりずれると、要は力漏れるので、それが軸の話なんですね。これ軸ができた状態なんで、握らなくても、まあ握ってもというか、この力が入ってくって硬くても柔らかくてもふにゃってなってても音が出ます。この軸の形はコードによって変わるんですけども、どのコードでもやったらいいと思うのは、こうやって左手まっすぐ下ろして立って、こういう楽器の正面が床に向かうような状態作って、まあ、いろんなコード作ってみたらね、それで安定する形っていうのが軸ができてる状態なんで、まあ、軸がこうグラグラになるといくら力を入れてもこう漏れるんでね、後ろの親指が支えられてないとこう漏れていく。この辺を合わせて考えていくと、痛くなくてねいいというか、痛みがなくて楽に演奏できるようになります。で、
その軸とかって話を前にしてたんですけど、今日は、ね、ここ支えるっていうことがね、ここがスタートかなと思って新たにこういう話をしました。はい、いかがだったでしょうか。面白いなと思ったりね、何かご感想あったり、もっとなんか分からないとかね、ここ説明してほしいとか、全然違う話でもいいんですが、ご感想コメントで教えていただけたら嬉しいです。本当に嬉しいです。これね、一人で喋ってね、どうだったんやろうっていうのはね、寂しいのでぜひ教えてください。そして、お知らせですが、明日ですね、今日が6月7日金曜日なので、明日ラジオね出演します。8日の土曜日で、これはですね、練馬放送の、ラジオで、タイトルどこだ、グッデイ安田さんのゆるっとアロハでグローカルライフというね、こうなんでしょう、ハワイのね話とか、そういうポリネシア文化とか、そういうのを詳しくね紹介してるラジオなんですけども、アーティストインタビューということで高橋呼んでいただきましてね、こう縄文の海洋民族にさかのぼり、このウクレレのルーツとね、我々日本人がどう関係しているのか、なんで僕らこんなウクレレ惹かれるんだろうみたいなところをね詳しく語りますのでね、ぜひご覧ください、ご覧ください、ご視聴くださいか。で、明日の何時かな、8日の練馬放送ね、これ本放送、インターネットでも聞けるので、どこからでも聞けますので、ぜひね、概要欄にその聞けるリンクを貼っときますので、ぜひね聞いてみてください。本放送14時半から15時ですね。で、当日に再放送リピートがありまして、8日土曜日の夜の21時半から22時、でさらにですね、 FM 薩摩仙台ですね、で朝7時から7時半、 こっちの方が早いというね、面白いことになってますけどね、聞こうと思えば3回聞けますでね。で、一応9日 FM 富士山でも放送あります。20時から20時半ということでね、こちら山梨の方なので、近くにね FM ラジオ曲があるよって方はね、ラジオで聞いていただくと、こうラジオ感があってねいいですし、ね、遠いよという方はぜひね、このネットラジオで聞けますのでね、ぜひご覧いただければ。そしてね、ご感想なんかこのコメント欄に、この8日とかね9日のラジオは このコメント欄で、構いませんので、何かねコメントいただけたらな、いただけたらなって、また岡山弁出ましたけど、いただけましたらね、抽選でというかね、あんまコメントがまあ来るかどうか分かりませんが、最大3名の方にCD のプレゼントを考えておりますのでね、ぜひねコメントをいただけたら嬉しいです。そして10日、まあこの YouTube チャンネル絡みでいうと10日の21時半から先日ね、我々が行ったなんと50名のね、交流が持てました。ウクレレ好きさんの交流会のホストメンバー集まって座談会というかね、振り返りを当日のね、すっごい素敵な写真とかね、いただいたご感想を持って振り返りたいと思うんで、どんなイベントかなとかね、興味あったとかね、来てくださった方ね、ぜひ一言この、ね、浜ちゃんのうどん美味しかったよとかね、そういうの教えていただけるとね、すごくみんな励みになるのでね、よろしくお願いします、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。お話、こんなお話が面白かったなと思いましたら、グッドボタンで教えていただけると嬉しいですし、チャンネル登録まだの方はね、ぜひ登録をお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。バイバイ、また見てね、ありがとう、またね。